はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、第3のビール。クリアアサヒのクリスタルクリア。なんだこれ。夏限定、氷点下ろ過、氷点下貯蔵、氷点下ホップ使用。アルコール度数 4% と低めですね。冷凍庫に入れないでください。凍結する場合がありますって書いてある。そりゃ凍結するだろ。凍結する場合がありますじゃなくて、絶対凍結するわ。なんか、氷点下だから、なんか、って書いてあるから、ね、冷凍庫に入れてもいいんだろうなって思うバカがいるんでしょうか。ここにしっかりなんか注意書きが書いてある。冷凍庫に入れないでください。舐めとんのか。クリスタルアス、クリアアサヒのクリスタルクリアってすごいよね。なんか名前がさ、クリアアサヒで、さらにクリスタルのクリアだから、なんかクリが3個さ、ついてるよね。クリ、クリ、クリって。なんかエロい。原材料が発泡酒、かっこ、麦芽とホップと大麦とコーンとスターチ。スピリッツ、かっこ大麦となってます。うん。もうなんか見るからになんか、これ、薄そうだな。そもそもクリアアサヒ自体結構薄い気がするんだよな。味が。でも割と最近まともになったのかな。クリアアサヒのクリスタルクリアってなんかすごい、全部クリアがなんか、これさ、クリスタルで良かったんじゃない？クリアアサヒクリスタルみたいな。それだとちょっとあれか。ポケモンクリスタルみたいになるか。そしたら乾杯。泡が粗いですね。あれでも結構美味しいぞ。あれ？あ、でもすごいこれ。あ、結構美味しい。あ、すごい。香りがすごい。ホップの香りがものすごい。そう、朝日で思い出したけど。リスナーさんからね、生放送してた時に聞いたんですけど、なんと、残念な秘宝がありまして、ウイスキーの、日華ウイスキーの商品が9月ぐらいだったかに、8月だったっけに、もう大半の値上げを行い、さらに、かなりの商品が、削除、カットになるらしい。というですね。そして俺の大好きなウイスキーのもういくつかありまして、特にきついのが、終盤になるのがきついのがこれですね。ピュアモルトホワイトっていうこの伝説のね、ウイスキー、ニッパーウイスキーの神と俺がね、言っている商品があるんですが、これがですね、なんと終盤になってしまった。ということでございます。朝日。これはですね、非常に俺の中で大変な、多分、非常に大変なことでですね、本当に大変なことになってしまいました。ですね。ちょっと今ググりますけども。アサヒビールは15日、カサシタの日華ウイスキーが原酒不足のため、8月末の出荷分で販売を終えるウイスキー、余市と宮城郷を9月1日に再販売すると発表した。まあ、つまりですね、これ8月末で、余市、なんと余市シリーズすべて、バッサリ、なくなってしまう。なんじゃそりゃ。だって、余市ってさ、
あれ、20年とかあったでしょ？ 30 年ぐらいなかったっけ？これがですね、なんと、すべてバッサリカットの、新しく出るのは、ただの無印版の夜市のみとなってしまいました。これはおかしい。これはなぜか。日課ウイスキーは、新商品シングルモルト夜市宮城郷を発表した。夜市宮城郷ブランドはこれまで熟成年数ごとに商品化してきたが、9月からは年数を表示しないシングルモルトに集約する。創業者の竹鶴正隆をモデルにしたテレビドラママッサンの影響で販売が伸び、原酒作りが追いつかないため。なんじゃそりゃと。人気がありすぎて、もう、原酒作りが追いつかねえから仕方ない。全部集約して、まとめて売っちゃおうみたいな。どうなったんだよ、これ。もう、気違いかよ。竹鶴の、1月から5月の販売量は、昨年の同じ時期に比べて 3.1 倍。夜市と宮城郷は 2.6 倍に増えたと。ウイスキーは原酒の熟成に10年以上かかることが多いため、売り上げが急増してもすぐに生産を増やすのは難しいと。だからです。もう一体何だったんだよ、このマッサンっていうゴミみたいなドラマはよ。マジで死ねえよ。マジで、マッサン、死ね。ふざけんなよ。ほんとに。だってさ、今までさ、夜市ってさ、お前、何種類あったと思って、20年くらいまであったんだよ、夜市って。今までっていうか、まだあるんだよ、夜市って。だから今、書き込み需要でめちゃくちゃあれですよ、転売中が湧きまくって多分、買い占め買い占めって多分、ほぼ多分、店に残ってないですよ。本当に。もうダメだ、もう、日課ウイスキー終わったわ。唯一日本の俺が、ウイスキーで、一番好きだった、夜市、というか、日課ウイスキーはですね、とうとう、マッサンの影響で、なんでお前、ウイスキーのさ、ドラマでさ、売り上げが伸びたからさ、良かった、みたいなんじゃなくてさ、良くなったんじゃなくて、逆に悪くなってんじゃん。お前死ねよ。夜市10年とか俺飲んだことあるけど、クソうまかったです。本当に。常識をは、の、俺の中で常識の覆すほどうまかった、ね、商品だったんですけど。夜市俺、本当は、夜市20年まであるんですね。夜市の普通のノンエイジのやつと、10年と12年と15年と20年があるんですけど。俺、まだ10年っていうやつと普通のノンエイジってやつしか飲んだことないですけど、本当にノンエイジと夜市の10年は、本当に全然違くて、味が。むちゃくちゃうまかった、10年は。本当にクソうまかって。本当にザ・マッカラン12年の、に、非常に対抗できるレベルだった。俺確か夜市の10年の180ml のやつ、俺動画であげましたけど、マジでうまかったからね。それなのにさ、あ、夜市、日課ウイスキーのサイト行くと、夜市の普通のノンエイジュのやつは、現在9倍しております。10年も 180ml は現在9倍しております。結局追いつかねえんだよ、原酒が。もう死ねえよ、マジで。これ完全にこれ夜市の20年これあれだよ、転売中が湧くぞ。ヤフーオークションで多分すごいあれとされるよ。20年大量に買って、あれなると思う。
伝説化するの多分。転売中が湧くぞ、これ。本当にこれやばいよ。もう、夜市だけじゃないんですよ。ニッカウイスキーのウイスキー全般。ブラックニッカの、なんだ。シリーズとか全部値上げだからね。ほぼ全部値上げだから。だってさ、700ml のさ、普通のさ、いわゆる、ね、やつが、だいたい500円ぐらい値上げすんだよ。おかしいだろ。絶対おかしいって、お前、ウイスキーでお前さ、1000円ぐらいのやつがさ、なんでさ、500円とかで値上げするんだよ。バカじゃないの。死ねえよ。どう考えてもおかしいだろ。アサヒウイスキーとワインを値上げだって。201品目で 2% が 44%。とはもう乗ってるもん。これもう終わったわ。俺もうダメだわ。もう多分あれだ。ダメ。終わり。ニッカウイスキーもう買わない。もうダメ。もうダメだ。もうダメだ。もう、ニッカウイスキーも終わったな。かといってサントリーも終わっとるし、もともと。もうダメだ。ウイスキーの時代はもう、あれだ。海外のあの、国産ウイスキーはもうダメだ。死んだ。国産ウイスキーは終了。もうあの、海外のね、俺、ボーマーとかのもの飲むわ。海外のウイスキーの方がむしろ安いわ。あの、国産、ジャパニーズウイスキー高い。ダメ。もう高くなったら死ね。死んでしまえ。もう死ね死ね。もう全部死んでしまえ。あ、ありましたね。これあれ書いとくか。この動画の詳細の文に、載せときましょう。そうかね。朝日のですね、株式会社のニューリリースっていうところに、洋酒、国産洋酒と輸入洋酒、輸入ワインの価格改正。主な価格改正。竹鶴のピュアモルトが2290円が3000円になり、700円値上げ。で、竹鶴17年が5170円から7000円に上がり、上がりすぎだろ、2000円ぐらい上がってるやん。竹鶴21年が1410円から1万5000円と4500円ぐらい値上げし、ザ・ニッカ12年が5000円から6000円と1000円上がり、スーパーニッカが2230円から2500円。ハイニッカが、200円上がって、990円から1200円。フロムザバレルが1900円から2400円と500円上がり。ニッカドンピエール VSO が1000円から1300円。お前、ハイニッカがお前1200円とお前。誰が買うんだよ、じゃあ。まあ、ハイニッカの良さはコスパの高さだっただろうがよ。安くてうまかったのに、お前なんで1200円ってお前。1200円もしたら、あれだろう。ブラックニッカ8年で、の方が美味しいんだから、お前。ブラックニッカ8年買うだろうがよ。死んでしまえ。どうなってんだよ、これ、おい。これおかしい。きちがいじゃないのか、これマジで。
マジ吉じゃないのこれ。本当に。これ現実かよって夢かなって思うぐらいのレベルなんだけど。値上げしすぎじゃね？なんでお前4000円とか上がって、2500円とか4000円とか上がってんだよ。アホかよ。どんな気違いなんだよ。だってお前、竹鶴ピアモルトって俺、これ、まあ俺買わないけど、これはもうどうせ買わないからいいけどさ、これですよ。このいわゆる、竹鶴12年に代わり発売されたやつが、これが、700円上がってんだよ。ワンボトル。ワンボトル700円上がるってどんだけ上がってんだよ。お前2300円から3000円になってって。アホか。で、フロムザバレルが上がったのもでかいね。500円も上がってるからね。フロムザバレルただでさえ高かったっちゃ高かったけど、うまかったからまあ良かったとしても。あーってもう、だいたいピュアモルトホワイトがなんでお前、終売になってんだよ。死んでしまえ。終売だぞ。値上げならまあ、ってなったかもしんないけど。お前、ピュアモルトホワイト伝説のうまさだったね、お前。終売？これはちょっとこれ、買い占めるしかねえわ。マジで冗談抜きで買い占めるしかねえわ。ピュアモルトホワイトちょっと、今ある分買い占めるしかねえよ。ガチで。うますぎっから。コスパ高すぎっから。あれ、買い占めるしかねえという思ったけど、ウイスキーとか大量にあるんで、もういいわ。諦めた。終わった。終わりました。ウッカウイスキー終わった。もう終わったわ。ウイスキーブームって終了したんじゃない？もう終わった。もういい。皆さん、残念ながら日課ウイスキーが終了してしまいました。その終了した暁っていうか終了した原因はすべてNHK のドラマのマッサンです。死ね。マッサン死ね。あれだな。あれだ、本当にマッサンマジで。あれだわ、NHK ちょっと、あれだわ。NHK のあれ、ツイッターちょっと叩きまくるか、ちょっと。ツイッターちょっとあれだわ。リップじゃねえ、あれ。ダイレクトメッセージしまくってぶっ壊すか。くそふざけやがって、マジで。ということで、とりあえずこの、話は終了してですね、クリアアサギのクリスタルクリア。うん。これは結構、薄い。確かに薄い。コクはほぼ非常に薄いんだけど、ただその代わり、結構なホップ感がすごい。ホップ感がすごいね。ホップ感がすごい。うん。ホップ感。これ本当にすごいですよ。本当驚いた。クリアサヒすごいな。さすがまあ、アサヒのね、やつだけあるなと。確かにコクはほぼないです。ただ、非常にホップの香りとかの
香りはほんとすごいですね。うん。飲んだ後にこう、鼻に抜ける、ブワッと抜けるこのホップの、あーって、幸せーみたいな。あの、ホップの香りがほんとすごいですね。これはマジすごい。これやばいですね。うん。あ、これはやばい。けど、まあ、コクはもう相変わらず、クリアアサヒならではのコクのなさと、いった感じでしょうか。でも香りはすごいね。香りは非常に評価する。これでコクもあればな、と。いったところでしょうか。2、3、5、4です。ご視聴ありがとうございました。